こんにちは、ゆきです。今日はね、インターネットのね、ヤマダ電機ウェブコムさんでね、予約注文していたものがね、届いたので紹介したいと思います。それがこちらです。まだね、箱、今ちょうどテープ取って あるんですが、中まだ見てないです。開けます。ゲームなんですけどね。大丈夫かな、ちょっと確認だけ。はい、こんな感じですね。見えづらいですけど、納品書、納品書だね。と、ゲームです。まあ見づらいですね。はい、こちらです。じゃじゃん、任天堂 3DS ゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D、 こちらでございます。こちらね、発売日ね、当日届いてたんですよね。届けてくれました。でですね、こちらね、2000年だったかな、2000年の4月ぐらいに一回任天堂64で出てるんですよ。確かそう、任天堂64だと思ったんですけどね、出てるんですけど、それのリメイク版になります。なんで15年ぐらいね、経ってからリメイク版が出てるんです。今回出たんですけど、僕ね、裏こんな感じです。先に言っとくと、裏こんな感じで、表こんな感じで、僕ね、その15年前の任天堂64の時はやってなかったんですよ、このムジラの仮面で。やったことなかったんで、あ、ちょっとやってみようかなと思ってね、やってみたかったんでね、予約して買いました。ではね、早速開けていきたいと思います。あ、そうそう、これね、僕パッケージ版これだけなんですけども、今回ね、一緒に、ニュー 3DS のゼルダの伝説同梱バージョン、ムジラの仮面仕様の 3DS ですね、 LL のでニュー 3DS のものになるんですけども、それ、まあ、じゃあこの辺にちょっと貼っときますね、この辺にね。で、そちらの方もね、出てるみたいです。僕はね、パッケージ版だけだったんですけどね。はい、じゃあ開けていきます。今まで他に出てなかったのかな、今までね、15年出てなかったっていうね、リメイク版すごいよね。はい、セロハン取りました。じゃあ開けます。よいしょあれ、よいしょ、いきます。まだ見てません。半分こ、お、はい、こんな感じです。ソフトが1個、あとは何だろう、紙の取扱説明書から電子取扱説明書になりました。だから、またあれだね、ソフトの中だっけに入ってるから、まあ、それを読んでくれと。まあ今ほとんどこういうの多いですよね、説明書は、電子説明書っていうの多いですよね、結構ね。月の落下で消滅する世界、残された時間はあと3日間、はあ、3日間。まあいつもはね、この制限がないからね、あれだけど、今回3日間の間にクリアをする、していると。で、なんかね、その3日間を過ぎちゃうと落下してきてゲームオーバーになっちゃうので、なんかね、アイテムを使ってまた初日に戻って、それを何回も何回も繰り返してなんか攻略していくみたいですね。今までちょっとそういうのってゼルダであったのかな、まあ、分からないけど、僕が知ってる限りではないような気がするんですよね。まあなので、ちょっと慣れるまではね、やってってもちょっと大変なのかなっていう気もするけど、楽しみです、非常に。はい、でです、これね、リメイク版なんですよ。で、今年2015年のまだ発売日とかね、決まってないんですよね、まだ未定なんですけども、任天堂の Wii U でゼルダの伝説の完全オリジナルの新作ですねが出るっていうね、一応予定なんですよね。楽しみなんですよね。まあね、決まって
あの出たらね買ってみたいなと思うんですけどね、まだちょっといつ出るかねまだ未定なので、まあ今後また楽しみですよね。はい、ということでですね、今日はですね、Nintendo 3DS のゼルダの仮面、ムジュラの仮面 3D ですね、こちらをやったことなかったので紹介してみました。気になる、ね、方はですね、下の方にAmazon の方リンクの方貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。いやでも楽しみ、やったことなかったんで、早速ね、ちょっとずつこれからね、やっていきたいなと思ってます。はい、じゃあ最後にですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ゼルダバイバーイ。